やっほー。いい人ありがとう。今日も可愛い？こんばんは。こんばんは。いい人ありがとう。岡田奈々さんがリュウツのことを褒めてましたよ。本当？どこで？メールとか？ワン。ちょっとね、今日はね、いろいろとお仕事もあり、やることもやっておりました。で、今からね、ぷーちゃんとめいなをね、病院に連れて行かなきゃいけないので、病気とかじゃなくて、今日は注射を打つ日なので、心配しないでください。大丈夫です。めちゃめちゃ元気です、2匹とも。 2匹とも めちゃめちゃ元気なので安心してください。そういうのじゃなくて、普通に注射を打ちに行くので。注射キルド入れていっぱい増えたね、嬉しい。そう、今日月曜日になったからね、やっと運営さんが承認してくれましたね。島旅クルーズ当たった、すごい嬉しい、やった。もう絶対さ、楽しいよね、めっちゃ楽しみ。島旅クルーズ、島旅クルーズはね、今日のね23時59分までなんですよ。申し込みが終わっちゃう。プーメーって受ける、略し方。 プーメー、確かに病院行くこと知らない。確かにまだね、プーちゃんはね知らないと思うけど、なんかメーナは結構多分感じるんですよ。もうなんか車に乗った瞬間から多分、その、あ、こりゃ病院かなみたいな感じで多分 察するから。 僕もギルド入れたっぽい、嬉しい、やったー。ナナさん、ユイリーさん、リオツンとコンサートしたいね。そんな豪華な。 こっそり申し込んだから当選したら初広島かもしれん。え、すごい、初広島？え、初広島？ 初めて広島来るの？すご。ギフトありがとう。確かに。ケージに入れていくの？なんか、まあなんか運転するけん、リオがメーナを抱っこして、そう、メーナはね、なんかバッグみたいなやつに入れて持ってったら酔って、よだれがダーダーになっちゃうので。メーナはリオの
腕でがっしりガードして、あの掴んで、掴む、なんかちゃんとね抱っこして車に乗らないといけないのね。でプーちゃんはバッグに入れて持っていきます。15分だったら終わろうと思うので、15分テロップが出たら壇上を見たいと思います。てかさあのね、面白いんですよ、あのなんかローモバがさ、ローモバがなんかグループチャットがあるんですけど、そこが面白すぎて、そう、 LINE グループ LINE みたいな感じでみんなで LINE してるみたいな感覚なんですよ。でなんか、なんか何かが攻めてきてるみたいな、みんなバリアしてみたいな感じで、なんか誰かが教えてくれたり、しかも昨日ね、昨日もね、なんかいっぱい燃やされてたんですよ。そう、リオのギルドのファンの方たちがなんかいっぱい燃やされてて、いや笑っちゃいけない、いっぱい燃えてて、ボーって、そうボーって燃えてて、かわいそうだった。しかもさ、なんかさ、燃える人がさ、だいたいいつも一緒でさ、なんか同じ人がさ、なんか毎日燃えよるんよ。なんで、なんでさ、ちょっと面白い、いや面白い、面白いって言ったらいけないけど。なんかいつも同じ人なんですよ、燃えてる人が。ちょっとかわいそう。軍団3人でクルーズさん、やった、クルーズ待ってるね。フォローしました、嬉しい。リオツにバリアと資源をたくさん送ったから、バリア剥がれないように気をつけて頑張ってね。すごい、送ってくれたの。見とくね、ありがとう。プーちゃんすぐカゴに入ってくれる？いや至難の技なんですよ、入れるのが。でこの前なんかちょっとちっちゃめのバッグがあって、なんかもうちょっとギリみたいな感じで、いやこれいけるかなと思ってプーちゃんをそのちょっとちっちゃめのバッグに入れようとしたんですよ。そしたらなんか頭だけ入ってお尻が入んなくて、でもなんかプーちゃんは多分もう視界が真っ暗だし、もうどうすればいいか分かんなかったと思うから、そのこうバッグに入ってじーっと固まって、でもお尻見えてて面白かった。そう、ちょっと入れなかったですね、ちっちゃめのバッグは。だからもう大きいバッグに入れます。そう、本当にグループラインみたい。かわいそう。そう、バリア大事だね、大事大事。お風呂に入ってる間に燃やされた、それは悲しい、悲しいね。もうちょっと目を離した隙に燃やされるからね。でもさ、なんか燃やしてくる人がいるらしくて、でもそのお借り押しの人がいつも燃やされてるから、なんかリオはそのいつも燃やしてくる犯人というか人を、多分一般の方なんですけど、人をち
っとね、仕返しをしたかったんですけど我慢しました。なんか攻撃した方がいいかな、リュウが攻撃した方がいいかなと思ったんですけど、なんか下手になんかしてたらなんかもっとされそうなのでちょっと我慢した。フォローありがとう。フォローありがとう。ギフトもありがとうございます。 NGT さんのファンの方、遅くなりましたが優勝おめでとうございます。ありがとうございますより思ったんですよ。あ、初見さんありがとうございます。高校1年生15歳のリュウツのこと岡村リュウです。フォローしてください。思ったんですけど、なんか前回の第5回の時、初出場の時はあのファイナリストライブの時にリュウとイケちゃんさんがいらっしゃったから心強かったんですけど、なんと今回リオ一人なんですよ。 STU から今回ファイナリストに行くのがリオ一人だから、もうめっちゃ怖くてめっちゃ怖いんですよ。心細いめっちゃ寂しいんですよね。だからファイナリストライブめっちゃ楽しみなんですけど、その STU は一人だからちょっと心細くて怖いんですよね。そう、まあでも STU の代表としてしっかり行かなきゃいけないので頑張ります。フォローありがとう。怖い心細い心細いですね。メンバー紹介、え、そうよね、なんかさメンバー紹介ってさファイナリストライブ始まった時のリオなんかな。リオが紹介していいの？客席に僕らがいる。そうですね。でもなんかさ、そのファイナリストライブの練習が多分なんか1週間前ぐらいだったかな、2週間前ぐらいかな、本番の何週間前かくらいにたった1回だけあるんですよ、練習が。東京に行ってね、みんなで集まって1回だけ練習があるんですけど、その時もなんかリオ一人だから STU がちょっと寂しいけど、でもあの今回のファイナリストの方々の中にも前回ファイナリストライブで一緒だった方も何人かいらっしゃるので、ちょっとそこは心強い。あ、15分経った。経っちゃった。早いね。壇上読まなきゃ。待って、メイナがなんか暴れだした。ちょっと運動会始まった運動会しとる、運動会
動会しとる。一人運動会。あ、落ち着きましたね。ね、急に始まって急に終わるんですよ、メーナの運動会。それではプーちゃんメーちゃんを病院に連れて行くので、ちょっとねリオが一緒に行かないと、マーナ一人はちょっと大変なので、リオが一緒に連れて行きたいと思います。なので壇上読みます。13位日傘のたっけさん、ありがとうございます。12位ドーグラスさん、ありがとうございます。11位ゆずきちさん、ありがとうございます。10位わさたかさん、ありがとうございます。9位あやさん、ありがとうございます。8位しゅうさん、ありがとうございます。7位あっちゃんさん、ありがとうございます。6位むか間違えた、鈴鹿さん、ありがとうございます。5位昔からおじんさん、ありがとうございます。4位テトリスファイブさん、ありがとうございます。3位カープズキシ君さん、ありがとうございます。2位ヨシーゾンビさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バーン、ラクラクさん、ありがとうございます。ありがとう。あーあーあああ、オーマイガー、目がかゆ。明日は、明日もお仕事があるから、ちょっと配信いつになるか未定です。2024 7月29、やばい、もう7月終わっちゃう。え、じゃあ昼間とかやらないのですか、配信。え、昼間やってる時もあるじゃん。しかも毎日お仕事じゃけん、そのお仕事の時間によってもいつできるかも変わってくるので、そこら辺は分かっていただけると。1位ラクラクさん、ありがとうございます。それでは明奈が、明奈がなんか、あ、ぷーちゃん、なんかもうどっちもがキュンキュン言っとる。今来た？終わっちゃう。ごめん。そうなんだよね。毎日決まった時刻だと来やすいけど、それがちょっと難しいですね。毎日お仕事の時間が違うので。ごめんね。まあ来れる時に
来れる時に来てください。それでは配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。もうみんなしてバイツー。